しんちゃお、稲妻エデュケーションのひなきです。ちょっと待ってね。今からシェアするから。今日のテーマは、ゴールデンウィークについてです。今年のゴールデンウィークは、9日間ありますね。皆さん、何をして過ごしてますか？ちょっと待って。今からライブをね、シェアしたいから、どうやってするんだっけ。休み最高。私も9日間休みがあります。シェアシェアシェア。 OK、 できた。はい、皆さん、しんちゃお先生、こんばんは。チャオチャワン。今年はね、まあ、運がいいことに、なんと、連休が9日間続きました。続いています。でも、こんなに休めるのは、学生とかだけですね。社会人は、だいたい3日とか4日だけ休んでます。皆さんは、ゴールデンウィーク何をしてますか？5月5日何の日か知ってる？ゴールデンウィークの最終日。最終日じゃないか。何の日か知ってる？こんばんは、チャオ、シンチャオ。ちょっと暗いかな？暗い？明るい？どう？暗くないね。チョンさん寝てただけ？寝てたらつまらないじゃん。まあね、日本人がゴールデンウィークに何をするかって言ったら、家族がいたら旅行に行く人は多いですね。旅行に行ったり、実家に帰ったり、学生だったら実家に帰ったり、ふるさとに帰ったりします。暗い？なんでかな？明るいのつけてんだけどね。暗い。ごめんね。我慢して。こうしたらいいか。ちょっと後ろ下がるわ。よいしょ。よいしょ。これで明るいんじゃない？でも明るくなった？ちなみに、ゴールデンウィークは、まあ、49日が誕生日で、5月、3、4、5と休みがあります。先生、ラーメンを食べに行きましょうか。いいね。私の一番好きな日本料理はラーメンです。どう？軽くなった？軽くなったか。よいしょ。あ、そう、この服ね、かわいいんだよ。ほら、うさぎ、かわいいっしょ。かわいいっしょ。でも恥ずかしいから外す。私のゴールデンウィークの予定は、ちょっと小さい旅行をします。それから、あと、部屋を掃除します。衣替えをします。衣替えって知ってる？衣替えというのは、冬服と夏服を入れ替えることね。もう冬が終わって、だんだん暑くなるから、夏服を出してきました。明るいところに座ればもっと綺麗かも。どう？今、明るいでしょ。多分明るくなったと思う。見えないけど。先生ね、今ね、机とかも全部移動して、もう配置変えたから、ちょっと。すいません。先生、母の日いつでしたっけ？確か13日ですね。うん、これ消してみるか。どうや、消してみたんだけど、さらに暗くなったかな。そう、ゴールデンウィーク。明日は何の日かな。知らないんだよな、私。5月3日何の日？明日5月3日だよね。ちょっと誰か調べてみて。何の日？
5月3日は日本国憲法の日。で、緑の日があって子どもの日があります、ね。子どもの日は、まあ、男の子を祝います。なんかね、鯉のぼりを飾ったり、特別な食べ物を食べたり、兜をかぶったりして、男の子の成長を祝います。私は女の子なんで、子供の日祝ったことないです。ただ遊びに行っただけ。皆さんは何をしますか？今明るい？ザース。明日雨降るからつまらないね。そう。私のところも今、雨降ってます。ゴールデンウィークずっと雨降るらしい。そう、憲法記念日だね。日本の憲法の記念日ですね。そう、日本人だけど知らなかったよ。ゴールデンウィークっておすすめある？まあ、みんなよく行くのは USJ とか、東京ディズニーランドとか行きますけど。どう？暗くなった？ちょっと暗くなったよね。これつけるか。どう？明るくなった？まあいいや。今どこにいますか？ラピュタに住んでます。水族館へ行くつもり。いいね。バイトに行く？ゴールデンウィークバイトするの？忙しいね。先生どこ行ったか？まだ行ってません。これから行きます。やばい。ホイさんはこれから朝まで仕事か。みんなよく働きますね。日本人ゴールデンウィークと言ったらもう家族と一緒に出かけますよ。大丈夫、大丈夫。あれつけますか？そう、今ライトつけたの。I love you. I love you too. 今日先生は可愛いですね。ありがとう。いつもだよ。先生ね、ピンクが似合うから。ゴールデンウィーク、何について話せばいいかな。先生のゴールデンウィークの思い出。私は、まあ、一番心に残ってるゴールデンウィークの思い出は、家族と子供の国というところに行きました。そこで犬とか猫がたくさん行って、で、私子供だったから犬とか猫と一緒に遊びますね。それからね、可愛い犬を見つけたので、一緒に写真を撮りました。そして、その写真を T シャツにプリントして、そう、その T シャツを買いました。それは、まあどうでもいいけど、思い出に残ってます。自分の写真が、自分の写真がプリントされた服を持ってます。めっちゃナルシストだね。ゴールデンウィークだけど、仕事ばかりです。休みたいな。グエンさん、そう、休んだ方がいいよ。私のところも土砂降ってる。土砂降ってるって言わないよ。土砂降りですって言いましょう。土砂降りだね。似合ってます。髪の毛がどんどん長くなるね。もちろん、人間だから。アルバイト大変？お疲れ様です。先生の顔子供っぽい？子供だもん。中身ごちゃい。ごちゃい。ゴールデンウィーク上京します。お土産が欲しいかな。私にお土産買ってきて。大輔さん。私に東京バナナください。てー、神様。友達と遊ぶのが楽しみです。いいね。先生、どこ住んでますか？ラピュタに住んでます。
今日暗いなぁ。どうしたらいいかな。暗いね。私が見る限り明るいんだよ。でも、ライブに映ったら暗く見える。これ困ったな。個人のページで。ちなみに私の名前は、ひなきです。アドレスちょうだい。ちょっと待って、Facebook アカウント教えるから、ひなききゃんと申します。稲妻エデュケーションで、日本語を教えてる。日本語を教えるほど、そんなすごい人じゃないんだけど、ただ、生徒と楽しく日本語を話してます。私は、日本語を、日本人だから日本語を話せるし、日本語を勉強したい生徒と一緒に話して、生徒の日本語上達手伝いしてます。今何か仕事しますか？仕事してません。ひなきさん。そうよ、ひなきだよ。もう一度宣伝する。ひなきキャンで検索してアップレーンしてください。あと、このライブをシェアして、いいねもお願いします。暗いと、老けて見える？最悪。なんかね、でも私、実年齢より幼く見られるんだよね。顔のせいとかじゃなくて、行動とか性格とかが幼いから。覚えた？あざーす。アートフレンしてね。例えば、好きな女の人は何をしますか？どういう意味？愛してる。愛、あ？エミニューアイ。エミニューアイ。そういえば、昨日もゴールデンウィークで、USJ に遊びに行く人がいたんだけど、USJ でね、小さい事故が起きたの。USJ、大阪の USJ。で、小さい事故が起きました。怖くない？でも、その事故はね、だから死んだ人はいなくて、ただ、ジェットコースターが運転中に止まったの。それで2時間かけて避難したんだって。怖いよね。そういうのさ、よく見るから、最近ジェットコースター乗れなくなったんだよね。怖すぎて。子供の時はね、本当に好きだった。USJ によく行ったし、絶対怖いものしか乗らなかったんだけど、最近、マジで無理になった。飛行機も無理になった。飛行機は、乗らないといけないんだけど、いつも乗るときに、すぐ寝るようにしてる。怖いから。すぐ寝るようにしてます。ニーハオ。先生、今日化粧しなかったですか？してるよ？してないように見える？してます。何歳ですか？教えん。先生、友達になって。いいよ。友達になろう。最悪ってどういうこと？最悪じゃなくて、最悪じゃない？最悪。最悪は一番悪いこと。ナキさん結婚してるんですか？見て。してない。結婚相手募集中。オファー。MUI。MUI。こんばんは。こんばんは。私はリンです。はい、リンさん。おばんです。おばんって何？ こんばんは。怖かったなぁ。怖いね。東京ドームへ行きますか？東京ドームに行ったことないです。こんばんは。ふざけんってどういう意味？ふざけんなじゃない？ふざけんな。怒ってる時に使います。いい加減にして。
同じ感じで使うね。ふざけんな。怒ってる時に使います。ふざけないでって意味です。先生、連休なんかどこも遊びに行かないんですか？どこにも遊びに行かないんですか？どこにも行かないわけじゃないけど、遠いところには行きません。なぜなら、私は雨が降ってるし、まあ、家でゆっくり寝たいし、掃除もしたいし、家でやりたいことがたくさんあるので、ちょっと近くに車で行って、一日で帰ってきて、そうします。先生と結婚したいです。じゃあ、ここに当てはまるような、ここにぴったり合うような、大きいダイヤモンドくれたら結婚してあげる。リンゴを隠したよ。隠してないよ。隠してないです。ももさん、よろしく。おばんですっていうのは知らない。こんばんはのことじゃない？皆さんコメントしてね。海行かないですか？今、日本は寒いですよ。沖縄以外。今ね、私の住んでるところはね、何度かな？今、18度だよ。18度で海に入ったら死にまーす。寒いです。ひなきちゃん、はい。ひなきちゃんだよ。こんばんは。今どこにいますか？レプタです。ダイヤモンド好き。ダイヤモンド大好き。先生、どこに遊びに行ってたか？まだ遊びに行ってないけど、あ、そう、あさって、ベトナムコーヒー飲みに行きます。先生は日本人ですか？トイテンラニャッパン。あ、トイレントニャッパン。日本人です。暑いよ。みんなそんな暑い？確かに昼は暑いけど、夜寒くない？昼暑いって言っても、海に入れるほど暑くはないけどさ。先生絶対モテるでしょ。まあな。まあそんなにモテないね。あまりモテないんだ、実は。君は寂しげな目をしてるね。ロマンチックなことを言いますね。去年のゴールデンウィークはね、何をしたかっていうと、勉強してました。おととしのゴールデンウィークは覚えてないです。ゆっくりお願いします。はい。ゆっくり話します。先生、ベトナム人が好きですか？優しいベトナム人が好きです。ベトナム人が好きというか、ベトナムの食べ物とか飲み物とか興味があって、で、ベトナムの文化にも興味があってって感じです。優しくてフレンドリーなベトナム人は大好きです。私は遊び行ってた。あ、どこに行ったの？リンちゃん。リンさん。リンさん。東京で雨降ってる。そうね。私のところも雨降ってます。はい。ナマステー。ナマステー。そう。いつだっけ？おとといぐらい？インドのカレーを食べに行きました。めっちゃ辛かった。インドのね、ナン。なんてパンみたいなやつが大好きです。すごいね。夜寒いです。そう、寒いね。日中は暖かいけど夜は寒い。そうだね。お金持ち？お金持ち？みんなお金持ち？なんで髪型？何？問題ある？